柳瀬広文11月8日台は、日本の政治家。日本維新の会所属の参議院議員、東京維新の会代表。大田区議会議員、東京都議会議員、日本維新の会東京都総支部幹事長等を務めた。東京都大田区生まれ。聖火は、大田区武蔵神殿のカメラや大田区立、矢口西小学校、海城中学校、海上高等学校。 早稲田大学卒業。筑波大学大学院人間総合科学、研究科博士前期家庭在学中。1997年、JR 東日本企画に入社。2004年から、連邦参議院議員の公設第一秘書を務める。2007年、大田区議会議員選挙に民主党公認で立候補し、 トップ当選。2009年、東京都議会議員選挙に大田区選挙区から出馬し、当選した。2012年8月29日、野田内閣の原子力行政を批判し民主党に、離党届を提出。2012年9月10日には、柳瀬と同じく民主党を離党した、栗下義行、自由民主党を離党した、野田数の3名で、東京都議会に、 新たな会派、東京維新の会を設立し、同月27日には、東京維新の会を政治団体として、届け出を行った。その後東京維新の会は、現行憲法の無効を主張する政側に賛成したことから、日本維新の会から一時連携を停止される事態に、陥ったが、11月14日に正式に、日本維新の会の地方組織として認可された。 2013年の東京都議会議員選挙では、日本維新の会公認で、大田区選挙区から出馬し、再選。その後、日本維新の会の合唱連行に伴い、維新の党を経て、大阪維新の会に所属。2015年12月には、大阪維新の会の政党支部として、東京維新の会を再設立した。2017年の東京都議会議員選挙では、 日本維新の会公認で大田区選挙区から出馬し再選。2019年6月、日本維新の会は第25回参議院議員通常選挙に柳瀬を比例区で擁立する方針を表明。6月11日、都議会に辞職願いを提出し許可された。日本維新の会は参院選の比例区で5議席を獲得し、最後の5議席目で当選した。 ありがとうございます。